スターティングイレブンから紹介いたします。ゴールキーパーは1番の市立商業川口義勝、このチームのキャプテンを務めます。ディフェンダーは4人、2番の丸田宗弘は国見高校、5番の葛野正弘は登別大谷高校です。そして4番は小川雅樹、清水市立商業です。さあゴール前クリアしました。そして3番が鈴木悟、清水市立商業です。ディフェンダーは4人、そして中盤も4人です。国見高校の本田直樹が8番、清水商業の伊藤航が6番、16番は武南高校の斉藤雅人、そして7番が鹿児島実業の野見山秀樹、そしてフォワードは2人、9番鹿児島実業のテントイヤ城昌司と11番前橋育英高校の上村雄二がスターティングイレブンです。そしてベンチには9人のメンバーが入っています。背番号20番ゴールキーパーが鹿児島実業の田野脇、14番が私立船橋高校の秋葉、15番東光学園の伊藤健一、13番鹿児島実業の横山弘俊、そして12番国見高校の尾崎光太、17番神戸光陵学園高校の奥大輔、10番鹿児島実業高校の遠藤昭弘、19番多々良学園高校の橋野武和、そして18番国見高校の木戸隆、以上の20人が日本高校選抜のメンバーです。全員3年生です。